も皆さんこんにちは、本日はお忙しいところありがとうございます。それではまあイベントが多い秋の、記者会見をさせていただきます。ではよろしくお願いいたします。じゃ座った形で失礼いたします。まずはじめに、花園インターチェンジ拠点整備プロジェクトに関する民間事業者の公募につきましてご説明いたします。資料の1ページをご覧ください。まずプロジェクトの概要につきまして改めてご説明いたします。本プロジェクトは観光と農業を主軸として経済の活性化を図り、さらには近隣市町村との連携により県北西部地域の発展につなげていこうとするものでございます。具体的には花園インターチェンジの立地の優位性を最大限に生かし、インターチェンジから1から2キロの圏内にアウトレットモールを核とした拠点施設を整備するものです。これによって市外、特に県外から多数の来客者を獲得し、観光や農業の振興に資するこれまでにない事業を行うことによって地域経済の活性化を図ってまいります。それでは民間事業者の公募につきましてご説明いたします。資料の2ページをご覧ください。花園インターチェンジ拠点整備プロジェクトに関する民間事業者の公募につきまして、資料の1、公募の目的をご覧ください。花園インターチェンジ拠点整備プロジェクトのうち、民間ゾーンとして位置づけた区域に、大規模商業施設を核とする観光型集客施設の設置運営等を行う事業者の募集選定のために実施するものでございます。続きまして2、公募概要でございますけれども、本公募は括弧1の事業スキームにございます通り、市が民間ゾーン内の土地について所有者との間で契約を結び、これを民間事業者に対して一括して転貸借しようとするもので、その期間は括弧2の通り20年以上を条件とした契約をするものであります。なお括弧3の土地の賃料については、本募集要項公表後に実施を予定している民間事業者との直接対話の後に確定いたします。括弧4の事業計画地については、深谷市黒田および永田地区の17から18ヘクタールの区域となっております。括弧5の、計画建築物の制限については、1万平方メートル以上のアウトレットモールを核とした施設であること、および住宅や倉庫、青少年に有害な影響を与える工業物販サービスでないことの2点でございます。また本公募に参加できる企業については、括弧6の参加資格条件に示している通り、大規模な同類の施設の企画および設計運営実績のある企業とし、単独またはグループで参加することができます。続いて3、民間企業者の選定方法についてご説明いたします。応募企業の選定にあたっては、まず都市計画や建築あるいは施設の建設運営に関する金融財務等専門的知見を有する有識者等による選考委員会によって選考を行い、最終的には市が選定いたします。最後に4、公募等の概略スケジュールですが、10月31日に市のホームページにおいて募集要項を公表し、括弧2の表の通り順次進めてまいります。なお本公募によって選定された事業者は、市と契約に向けた協議交渉を優先的に行う権利を有する優先協議者として位置づけられます。またこれら協議交渉に先立ち、優先協議者となった企業とは3月中に基本協定を締結する予定でございます。次に
深谷市における今後の認知症対策につきましてご説明いたします。資料の3ページをご覧ください。国は65歳以上の方の4人に1人が認知症やその予備群と推計しております。深谷市では今後増加していく認知症の方やその家族を地域の中で支援することを目的に認知症カフェ、オレンジカフェ等々の開催と認知症簡易チェックシステムの導入をいたします。オレンジカフェ等々は認知症の方や家族、認知症への理解を深めたい地域住民や専門職など誰もが気軽に集い、ゆっくり話のできる場所として東都医療大学を会場に11月から月1回開催いたします。オレンジカフェ東都の特色は市内で介護者の集いを開催するボランティア団体の介護保険サポーターズ深谷と看護師などの養成を行っている東都医療大学の教職員及び学生、そして市が共同によりそれぞれの経験や知識を生かしたことであります。続きまして資料の4ページをご覧ください。携帯電話やパソコンを使って簡単に認知症チェックができる認知症簡易チェックシステムを11月下旬に導入いたします。チェックシステムのメニューは2つあり、これって認知症というのは、20問の問診に答えるだけで身近な方の認知症のリスクを確認することができ、私も認知症は、本人が認知症のごく初期に自分の症状を確認することができます。そしてチェックの結果に基づき相談窓口や認知症について相談できる医療機関などを案内することにより認知症の早期発見や認知症の啓発に役立つシステムとなっております。このシステムは市のホームページからご利用いただけます。次にキャリア教育の推進につきましてご説明いたします。資料の6ページをご覧ください。深谷市では子どもたちが自分の夢や志を思い描きながらたくましく生き抜き社会的職業的な自立を目指したキャリア教育を推進しております。そのために幼稚園から中学校までその発達段階に応じた取り組みを行っています。幼稚園では勤労感謝の日にちなみお仕事ありがとうを伝える職場訪問で職業に触れる体験を推進しています。また小学校は深谷市産業祭に今年も参加します。商業ブースで野菜や花を販売したり大勢の観客の前で楽器を演奏し人と社会と触れ合うことで子どもの自立につなげてまいります。さらに小学校では4年生が2分の1成人式を実施し自分の夢や目標を語る場を設けています。また中学校でも産業祭に参加するほか2年生が事前事後の訪問を含めて5日間の職場体験学習を行っています。昨年度は延べ356の事業所にご協力をいただき仕事の大変さや喜びを経験しました。そしてその経験を生かしながら将来の夢を発表する立志式なども実施されています。深谷市では子どもたちが社会的職業的自立に向けて必要な意欲や能力が身につくよう今後とも支援してまいります。次に第9回深谷市産業祭につきましてご説明いたします。資料の13ページをご覧ください。毎年恒例の秋の祭典第9回深谷市産業祭を11月1日土曜日2日日曜日の2日間中山道沿線商店街周辺を会場に開催いたします。全国屈指の農業の町深谷を体感できる深谷産 農畜産物や自慢の商工業製品などが大集合いたします。深谷市産業祭の特徴は何といっても中心市街地中山道沿線商店街での実施です。この地の利を生かし既存商店街と連携しながら深谷市産業祭の発信を行ってまいります。また
深谷の魅力を発信する各種のイベントが満載な点も深谷市産業祭の醍醐味で、概要の3、イベント事業の主なものにつきましては1のおなじみの郷土料理の味比べ対決 N1 グランプリでは6団体が参加し、各地域の特徴的な麺類がその実力を競います。今年も参加麺類を全種類食べると景品がもらえる全部食べたで賞を今年も実施いたします。2のおなじみの友好都市物産展には、新潟県の南魚沼市、岩手県の田野畑村、静岡県の藤枝市、群馬県の富岡市が一堂に会し、4つの友好都市の特産物が直接手に入る貴重な機会であります。3の農業エリアでは、深谷農業博覧会と題して PR 用ラッピングトラックフッカー号をステージに、速さを競う深谷ネギ皮むき選手権や5の酪農にまつわるライブステージなどが日替わりで用意されております。またふっかちゃんになりきるなりきりふっかちゃんアワードも2日間開催いたします。8の街中の会場を効果的に活用したイベントとして、交通安全維持と次世代の子どもたちに夢を持ってもらおうと全国を巡っているスーパーカーが大集合する深谷スーパーカーチャリティードーム2014が今年も開催されます。9の浅草のサンバチームブロコファミリアのサンバパレードは中山道を2日間とも練り歩き、会場を盛り上げてまいります。10の会場内に設置した謎を解き明かしながらキーワードを見つけ出し、ふっかちゃんを救出する謎解き囚われたふっかちゃんを救出せよや、会場内の子供ふれあいふっかちゃんエリアでは巨大ふっかちゃんふわふわふっかちゃんが登場いたします。12の近隣のゆるキャラが集まるゆるキャラ大集合やお菓子のすくい取りなど家族で楽しめる企画が盛りだくさんであります。ここでは紹介しきれない深谷市テイストのイベントや見どころがたくさん企画されております。大勢の方に今年の産業祭にご来場いただき、深谷市産のいいもの魅力を見つけていただきたいと考えております。次に渋沢栄一郎の史跡をめぐる2014につきましてご説明いたします。資料の14ページをご覧ください。渋沢栄一郎の命日が11月11日であることから、この時期毎年実施しており、今年は11月9日に栄一郎にゆかりの深い施設をスタンプラリーをしながら巡り、郷土の歴史や文化に触れていただくイベントです。旧渋沢邸中ん家ではお茶会、琴演奏、郷土の偉人について学ぶミニ講座、ふっかちゃんとの写真撮影や物販を行います。小高順中製菓では現当主のお話がございます。静止堂清風亭では歌とピアノのミニコンサート、旧レンガ製造施設ではホフマンわが間の特別公開やレンガペンダント販売を行います。渋沢栄一記念館では声援祭りが開催され、また深谷駅から渋沢栄一記念館、世界遺産の田島弥平旧宅をめぐる駅からハイキングが同時開催されます。スタンプラリーは参加無料で、スタンプをすべて集めると記念品をプレゼントいたします。ぜひ多くの方にお越しいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。じゃあここで一旦失礼いたします。